オンタリオ州オンタリオ州の地方行政区、オンタリオ州の地方行政区の一覧。カナダのオンタリオ州は国政調査区分に基づくと大きく3種類の地方自治体に分類され、それぞれ単一層自治体、上層自治体、仮層自治体とに分かれる。これらは主に提供する行政サービスに違いが見られる。 オンタリオ州は広大な面積を持つため、州内の地方政府や市町村は、その都度、特定のエリアに、特定のニーズを満たす必要から、結果として複雑な自治体構成をしており、州内を統一した区画に分けることを非常に難しいものにしている。自治体によっては、行政レベルが変わっているにもかかわらず、国政調査区分では、 歴史的な名称をそのまま使っている場合もある。これらの区分はカナダ統計局が国勢調査に使っており、国勢調査区分に含まれるより小さい市町村は国勢調査省区分と呼ばれている。州内の国勢調査区分でこれまでに廃止となったり、区画範囲が大きく変わっているものも数多くある。詳細はオンタリオ州の廃止された軍を参照。以下、 番号は地図の位置によるもので、自治体は五十音順。単一総自治体は独立した自治体で一つの行政管理下にあり、これより上層に位置する地域や軍はなく、下層に位置する小区分の地方自治体も存在しない。もともと地域や軍であった自治体が1990年代に合併し、複数の市町村の行政が一つに集約され、 一つの行政管理下に置かれたことによって設立されたものである。地域や軍が複数の市町村によって構成されているのとは違い、単一総自治体は単独で大きな行政権を持っていることを特徴とする。大部分は都市化された地域であることからメガシティを意味する場合もある。これらは地域として区分されていた地域内の市町村が合併したことに伴い、 設立されたもので、トロントやオタワ、ハミルトン、グレーターサドバリーを指す。ブラント郡とブラントフォード氏は、行政レベルで分離されており、それぞれが単一総自治体であるが、国政調査区分では、同一区分内として扱われている。1998年から2001年にかけて4つの行政区の再編がそれぞれに行われ、1998年に、 メトロポリタントロントが一つの都市として合併し、トロント市となったのをはじめとして、2001年には同じく、合併による再編で、オタワカールトン地域が、オタワ市に、ハミルトン・ウェントワース地域が、ハミルトン市に、サドバリー地域が、グレーター・サドバリー市へとなった。また同時に、ハルディマンド・ノーフォーク地域が、ハルディマンド郡とノーフォーク郡に分割されている。地域は、 上層自治体であり、通常、軍よりも都市化されており、大きな行政権を持っている。地域が行う一般的な行政サービスとして、幹線道路の整備と建設、交通機関、警察、上下水道、ゴミ処理、土地の利用と計画及び、開発、医療福祉サービスなどがある。オックスフォード軍とマスコーカ地域は名称に、レギオンが含まれていないが、 地域の一つであると定義されている。軍は仮想自治体であり、地域より権限は小さい。軍の行政サービスは一般に限られており、主に主要幹線道の整備や建設、医療福祉サービス、土地の利用と計画などがある。州内で、軍はオンタリオ州南部のみに設置されている。軍は時として地域より総人口が多いこともあるが、一般的に、 人口密度は低い。また、軍は、主要都市であるロンドンやキングストン、ウィンザーなどを含むこともあるが、これらの都市では、周辺都市を、吸収合併し、地域や、メガシティへと再編する動きはない。フロンテナック軍は1998年に廃止となり、名前だけが残っている。旧フロンテナック軍内は、キングストンや、 周辺の町によって限られてはいるが一定の管理下にある。しかし、州内の軍としては機能していない。地区は主にオンタリオ州北部の地方行政区であるが、地域的な境界を意味するだけで自治体としての行政は行われていない。地区の多くは組織化されていない未開地がかなりの部分を占める。いくつかの地区では特定の社会サービスを行うために、 組織されているが、やはり行政レベルでは行われない。オンタリオ州北部の人口分布はまばらであり、軍の行政構造による管理方法では、効果的な費用効果が得られないため、地区内では、すべての行政サービスは直接、州政府及び市町村によって提供されている。州北部では、グレーターサドバリー市が唯一、地方自治体として軍に似た行政サービスを、行っている。 オンタリオミューニシパルアクト SO2001 チャプター25パート1セクション1 2008年12月7日閲覧ありがとうございます